はい、おはようございます。塚原農園です。今日は今年まく種の品種の紹介をしたいと思います。まずはこちらナスシリーズです。これ視聴者様からもどんな種がまきたいですかということで候補に上がった種も入ってます。まずはこちら、グリルでイタリアという変わったナスですね。じゃん、めちゃくちゃこのナスは大きくなります。書いてありますね、最大 500g オーバーの大きい、ボリュームが大きいよと書いてあります。まあ本当にこの写真通りにのようにですね、こう手のひらで持つとこうなんていうのかな、ソフトボール台ぐらいの大きさまで成長することが、あ、書いてありますね、なります。これすごく美味しいです。ただ大きいだけではなくて見た目もまあもちろんいいんですが味もいいですね。で結構ステーキのように私はいつも食べるんですけど、まあ、こう切っていただいて厚めに1センチ2センチぐらいかな、うん、そのままオリーブオイルなどで焼いて、で塩コショウだけで十分美味しいです、うん、これめちゃくちゃおすすめですね。毎年栽培してます。はい、続きましてこちら、これもビステッカというもので、まあ、スペリオーレという品種なんですけれども、こちらのナスにすごくこう似てますよね。この色も紫がとても綺麗、で、うん、形もそっくりなんですけれども、わずかにこちらの方がどちらかといえばほんの若干黒っぽいです。こちらとこちらの違いはまず大きさが違うということなんですけれども、うん、こちらも上手に栽培していただければこちらみたいに大きくなります。で違いとしてはこちらの方が、うん、数はなるかな、うん、ただいっぱいつけるとこちらよりはこちらの方が小ぶりになります。でこれはどちらかというと数はさるほどならないんですね。最初から花があまり咲かないということですね、まあ、これは食味に関しては同じかなと思います。まあこれも同じく美味しいので、まあ作りやすい方といえば、うん、初心者の方にはこっちかなと思いますが、まあこっちも外せないんですけどね、うん、まあ両方巻いてみて比べるのも面白いんじゃないでしょうか。一応こちらは 500g オーバーですが、こちらはだいたい 400g ですね。で収穫の目安の量はまあ20個ぐらいと書いてありますけれども、まあ、あくまで目安なので、まあ多少多く取れることもありますね。はい、はい、で続きましてこちら、じゃじゃーん、ゼブラというね、イタリア名だとメランツァーネという品種になります。これは面白いですね。こう細長く長卵形ではなくてこう面長、まあ長ナスにそっくりですね。まあ他の品種では畜用長ナスという、ね、栽培されている方も多いと思うんですが、形はそれにそっくりですね。でこのヘタが面白いんですよ。緑色なんです。ここがこっちも確かどれか緑色だったかな、これは違うかな、うん、ここが黒ではなくて緑色で、この皮が、はい、半入りなんですね。紫と白がかかった感じです。見た目はすごくユニーク、面白いです。まあこれを収穫したものを飾っておくだけでも、まあ、飲食店さんとかもしくは料理を作るのが好きな方などは、ね、こういったものを調理する前にご友人に見せてから、ね、わすごいねこれ何って楽しんでから調理すると面白いんじゃないでしょうか。まあ、一般的な味としては普通のナスと同じなんですけれども、基本的に皮が若干少し大きくさせると硬くなります。私はところどころピーラーで剥いてから、まあ、調理しますね。これも美味しいです。はい、続きましてこちら、はい、ラーテですね、白ナスです。これも純白でとても綺麗なんですけれども、これも先ほどのものと同じように細長いんですね。これも長ナスみたいに大きくなります。はい、このタイプともう一つこちら、はい、これはとろーり馬ナスということで、これナスコレシリーズと、まあ、こちらはグストイタリアシリーズなんですけれども、こちらも白ですね。はい、白なんですけども、こちらどちらかというとこれ卵じゃないかな、まあ、結構大きくなりますけれども、うん、細長くはないです。で細長く長ナスにしたタイプがこっちですね。数に関しては両方とも同じぐらいかな。まあ、一般的な、どの品種もそうですけど、普通のナスに比べると、まあ、例えば代表で言うと千両ナスとか、黒部とか、
畜養とか、まあ、いろいろなナスがあると思うんですけども、これらの品種は他に比べると収穫量は多少少ないですね。まあこれも面白いです。ナスがこの白いものが畑でぶら下がっていたら、ね、菜園にあまりやってない携わっていない方が、通りから畑を見てこれがなってたらびっくりするんじゃないですか。はい、でこの白ナスはちょっと皮がこれ硬いです。なので僕ピーラーで全部剥いちゃうんですけれども、まあ、ナスの皮が全然気にならないよって方はこれ面白いので、まあ、輪切りとか乱切りにしてそのまま調理して、食べるのもね大丈夫です。まあ、皮も硬いといってもね食べられない硬さではありません。まあ、こういったものがあります。こっちはね、グストイタリアシリーズの中でねナスコレというものがあります。はい、まあ、このナスはもう8種種まきは可能です、ね、前回は千両2号で種まいてもう鉢上げしましたけれども、家庭菜園の方でゴールデンウィーク頃にトンネルなどを使わないで栽培される方はもう少し遅め、2月の中下旬ぐらいがいいですかね。でトンネルを使ってちょっと栽培するよという、寒い時期だけ5月の連休になったら外しちゃうよという方はもう今から撒いても大丈夫です。はい、まずこのナスが5品種ですね。どうでしょうか、ね、これ、ほとんどがこれだったかな。白ナスは、ね、視聴者様からもリクエストライブ配信にあった時にいただきましたが用意しました。まあ毎年私も栽培してます。いつも栽培しているものはしていないものはないかな。まあ、今年は緑色のナスがあったんですけれども、あれは今年は栽培はしません。でこれはやっぱり見た目が普通のナスと違いますよね。ということで今日のテーマとして今からなんですけれども、まあ、映える野菜ということで今人気集めてます。野菜も調理する前のこのね収穫したものを自分の菜園で収穫したよと、よくインスタとかインスタグラムとかね、TikTok でもよくやってますけれども、こういったもの、あと Facebook なんかやってる方もいらっしゃるんじゃないですか。こういったものをね自分で育てたものをどうですかみたいな写真で撮って見せる方が増えてきたと思うんですけれども、こういったものが皆さんにね、夏の時期に撮れたものが写真で見せるとみんなびっくりすると思いますよ。ぜひおすすめの品種ですね。はい、これやってみてください。また美味しいですからね。はい、で続きましてこちら、これズッキーニシリーズです。これも昨年一昨年とね、ご紹介しました。私も動画の方でイタリアと書いてある再生リストの方の欄にありますので興味ありましたら見てください。はい、まずいきましょう。バンビーノというね、ミニズッキーニです。ちっちゃいタイプですね。はい、こんな感じ。本当にめちゃくちゃ小さいです。この方が手で持っているこれよりもうちょっと小さいかな。このぐらいですかね。あまり大きくさせないで食べるタイプ、バンビーノですね。はい、こちらパローネ、変わった名前が多いですね。これは丸ズッキーニですね。まん丸いタイプです。こんな感じ、こんな感じ。これはとても小さいんですけれども、これ大きくさせることもできます。ほったらかしにしておくとソフトボール台ぐらいまでできるんですね。小さいうちだったらサラダで食べられます。まあ、こっちもそうですね。このタイプとこのタイプと、料理って切り方形によって全然味って違いますよね。食感が違うと、実際は味は同じなんだけれども自分の食感、なんていうのかな、感じる感覚が違うっていうに言いますか。まあ、キュウリが代表的でそうですよね。まあ、キュウリってこんな感じだと思うんですけれども、これが輪切りにして細く薄くスライスしたポテトサラダなどに入っている、ね、ものと、またちょっと細いというかこのぐらいの拍子切りにしたようなキュウリ、まあ、漬物のようなものでも切り方が一つ違うと思うんですが、それを調理する前に切り方が違うだけで口に含んだ時に食べると食感が全然違うと、やっぱりこう全然違ってきますよね。だからズッキーニ一つとっても形を違うものを組み合わせることによって料理の幅ってすごく変わるんです。面白いですよね。はい、パリの、間違えました、どんどん進んじゃいましたね。最初バンビーノを紹介しまして、パローネですね。はい、こんなちっちゃいものです。大きくさせたら、それはそれで皮が硬いので、皮を薄くスライスしてね、まあ、ピーラーなどに剥いていただいて、果肉の方は普通のズッキーニと変わらないので、
角切りなどしていただいて、鶏肉、玉ねぎなどと、ポトフみたいに煮込み料理、トマトを加えればね、トマトソースベースでやってみるのも美味しいです。煮込み料理ですね。はい、続きましてこちらステラですね。これは花ズッキーニなんです。花ズッキーニと言いますか、これも放置しておくと大きくなるんですけれども、本来この品種の食べ方としては、だいたいこの方がね、こうやって眺めているような感じの大きさで取ると思います。これちょっと大きいかな、もう少し小さい方がいいと思います。このぐらいまで大きくさせるとこれ花閉じちゃいますからね。この花ズッキーニっていうのはこの写真のようにね、断面すごく綺麗ですね。ここの、溝が深いです。ここにズッキーニってパッと花が咲くじゃないですか。パッと。でその後ろにズッキーニがつくものなんですけども、このズッキーニに関してはこの花付きで収穫します。何、花って何に使うのと、これ収穫したらこのまま茹でちゃうのって、ブツブツブツって切っちゃうと花ってどっか行っちゃうんじゃないのって、これも食べ方がいろいろあって、代表、一つの私のよく食べる例として、この花の花びらがパーッと開花した当時に1日ぐらいかな経ったらこう結構大きくなるんですけど、15センチぐらいかな、そしたらここの中にホタテをペーストに、ホタテの、こうやって貝をペーストにしてミンチにして、そこへはんぺんみたいにね、ふわっとさせてメレンゲみたいにしたものをこの中に詰めます。で閉じてそのまま蒸し焼きにするとすごく美味しいです。またこれね、フリッターといって小麦粉、片栗粉などつけていただいてカラッと揚げると、この花の中に要は詰め物などを使えば美味しく食べられるんですね。なので、こういったものもおすすめですね。花ズッキーニ。続きましてこちらゼルダジャロットね。これも変わった名前ですね。ズッキーニは大きく色に分けて、だいたい2通りですよね。緑、また黄色と、他の会社では黒とタイプありますけれども、これは黄色いタイプの、普通の一般的なズッキーニですね。でこれ色だけではなくて、ズッキーニって色が違うと食感、食味全然違います。どちらかといえばこの黄色いタイプの方が初期は柔らかいかなと思います。そしてすごく、大きくさせて収穫すれば、一つ一つあってボリュームが、あって食べ応えのあるサイズまで成長させることもね、上手にやっていただければできます。これいろいろ特徴があるんですよね。でこれのゼルダジャンロの方はこの、軸といいますか、葉っぱといいますか、絵でいうとこの株元あたりが出てると思うんですけれども、こうやって出てますよね、軸みたいな葉っぱみたいな。このズッキーニってこうトゲがあるんですよ、こんな感じで。けどこの品種はトゲがないではなくて、少ないんですね。発生が少ないので、栽培途中でも収穫している時に刺さる心配があまり少ないと。で人が手に刺さるだけではなくて、他のトゲが出てると、他がこう出てくると成長してくるとニョキンと折ったってきますので、そこの皮に傷がつかないという意味で、周辺率が上がるんですよね、トゲが少ないということは。調理例としてはね、こんな感じでサラダ、パスタ、パスタの代わりに細く切ってね、人参みたいでよくやる方もいると思うんですけど、こんな感じでできます。あとはこうやってオールドブルフサラダの、調理例などありますけれども、輪切りにしてオリーブオイルとね、最高ですね。はい、今度はこちら丸いタイプ、パリーノジャロですね。これはまん丸ですね。こちらと形が全然違います、なんだかこう棒タイプと玉タイプと2つあると面白いですね。これはトゲはどうなのかな。はい、これは皮まで食べられるとね、器にも使えるとね、器だけじゃなくてね、この中に詰め物してこれごとパコッと食べられると面白いですね。丸いとよくね、柿などがね、くり抜いて中に白絵など詰め物などやると思うんですが、そんな感じでしょうか。はい、続きましてパリーノネロです。これ黄色と緑色とツートンカラーですね。この対照的な色、形は全く同じですね。これも早く生で食べるには、小さいうちに、ゴルフボールぐらいで食べれば本当に食感がいいですね。最高です。大きくさせてソフトボール台にして煮込みにも使えますということで、こちらズッキーニ 1,2,3 6品種を用意させていただきました。
まあこれもやっぱ映えますよね。まあ、ズッキーニでも緑など一色よりもいろいろな黄色いタイプがあれば、これ料理の幅も広がりますし、さらに形が丸いと、丸い方も緑と黄色あれば、まあ要は4種類のもの、さらに花も加えると5品種、5種類のものがズッキーニ一つとっても楽しめるということなので、これ料理の幅がいろいろ広がるんじゃないですか。これ全部ズッキーニで作った料理なんですよと。今日のね、オードブルはズッキーニ尽くしになります。びっくりしちゃいますよね。やってみてください。はい、まあこれ今日ご紹介しているものは今日は種の紹介だけでありまして、種のまく時期になりましたら全部後でご紹介していきます。続きましてこちら、ちょっと変わり種の品種になります。こちらナスシリーズ、こちらは、まあかぼちゃじゃなくて、ズッキーニシリーズでしたが、今度はバラバラですね。はい、カリフローレ、まあカリフラワーがパーッと花を開いたようなタイプになります。普通のカリフラワーってギューッと閉まってるじゃないですか。でもこれはもうパーッと開いてボソボソっとした、本当花のように広げてから収穫すると、この食感が美味しいんですね。ここをこうやって切っていただければ、一つ一つばらけて、これも調理の幅が広がりますね。このおじさんが持ってるみたいなね、写真のひげおじさんがね持ってるような感じでこう取っていただくと、収穫はこんな感じなんですけれども、こんな感じで調理します。これ美味しいですね。まあ肉に巻いたりね、ベーコンに巻いたり、豚バラとかベーコン、これも美味しいです。はい、はい、続きましてこちらスティッキオですね。これも視聴者さんから、ねご指名がありました。まあこの辺りは連続でご指名あったので、おそらく使ってる方なんでしょうね。スティッキオというね、フィノッキオとかね、スティックタイプ、これもいろいろあります。まあ要はフェンネルですね。これだけの写真だとちょっとイメージ湧かないかもしれませんが、私がいつも栽培しているフェンネルのすごく細いバージョンです。菜箸ぐらいですかね、2つ、まあ1膳あるぐらいのもので、これは密植して栽培ができます。で使い勝手がいいと、あまり大きくならない、ここのまあね、ところがあまり肥大しないタイプで細いタイプ、まあこのねおじさん若い方が持っているみたいな感じで収穫して、調理しますよということです。これは結構甘さがちょっとありますね。でやっぱり香り、これハーブっぽい、もうすごい香りが強烈なんですけれども、他のフェンネルに比べると多少柔らかい感じ、ソフトな感じですね。日本初のイタリア野菜とありますね。すごいですね。はい、はい、続きましてこちら、これからビーツになります。ビーツ皆さんご存知ですか。甘いんですよね。まあ株のような形もこんな感じですね。こんな感じで畑に、これは直巻きします。苗を作って植えるタイプではないですね。まあ、一部苗を作ってポットに巻いて、それを早めに上手に移植してやるっていうことが最近ちょっとね、見たことがあるんですけれども、これはまあ基本的に大根株みたいに畑に直に巻くタイプになります。はい、品種はルナですね。ビーツといってもいろいろな中の切った断面が全然違うんですね。これはどちらかというと黄色いさつまいものような色のしたものになります。はい、まあ、断面、塀の黄色、独特の甘みが魅力ということで、サラダピクルス、私はほとんどピクルスで食べますね。美味しいです。はい、続きましてゴルゴ、これもビーツですよ。ゴルゴはこんな感じ、どうでしょうか。すごい色してますよね。これも映えますよね。こんな感じで、おじさんが胸に当ててますけど、どうだいみたいなね、こんな感じでなります。白と赤のこうまだら模様ですね。すごいお目目みたいなね感じですね。これもすごく甘くて美味しいです。渦巻きが特徴と、これも甘くて、まあビーツはみんな調理方法は同じですね。生サラダで、小さなうちに生サラダで食べるか、ちょっと大きめにしてピクルスにするかがおすすめですね。はい、続きましてソーレになります。ソーレってよく聞きますよね、イタリアでね、なんとかソーレね、はい、ソーレ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 ってね。はい、こちら、これは断面は、これが一般的なものですかね。赤いタイプです。ちょっとじゃ逆光で色見えませんかね。こんな感じ、本当のこれはもう
黒々としたもう赤、血みたいな色してます。これが一般的な、よく皆さんが多分想像しているようなビーツといえばこれだと思います。はい、まあ味はみんな同じなので、これがですね、ビーツが3品種かな、なんですけれども、これも、ピクルスなどにするときにこれ個別にした方がいいです。っていうのも色が移っちゃいます。こちら色が綺麗な黄色なんですけれども、こちらの方とねやると、これが全部真っ赤っかに染まっちゃいますので、やる場合は、それぞれ別の容器、タッパー、ジップロックなどで、ね、ピクルスに作っていただいてから、それをお皿に盛り付けるときにそれぞれ一緒にね取り出してやる分にはいいと思います。はいはい、これはまあ要はロマネスコですよね。カリフラワーの一種になります。まあ、ドリルみたいな感じ、まあ、これも皆さんご存知ですね。はい、ミケランジェロという、ね、名前の品種になっております。この方もね、こんな大きいのが取れて、うわやったーって喜んでますよね。すごいなーって、調理方法としては煮込み料理などにも使えます。まあカリフラワーと同じ使い方です。はい、で最後の品種はこちら、カリーノケールミスター。これケールですね。ケールももう何十種類と、もうすっごい数が豊富です。生で食べると癖が強いものなどは青汁向きですよね。でも今はケールといっても、香りがちょっと穏やかな、苦味も少ないタイプが出ている、その一つがこれです。これはカリーノケールミスターというものなんですけれども、普通の緑色タイプと、あと赤紫色のタイプと2つの品種の種が混じっている小袋になりますので、まあ、いっぱい巻かない方でいろいろ色を楽しみ変えたい方はこれがおすすめですね。まあ、一般のケールよりも味に癖がないと、全くないわけじゃないですけど、まあほとんどないですね。全然気になりません。昨年も栽培してきましたが、フリルが強いのでドレッシングの辛みがよく栄養価も高いと、まあ、ケールといえばね、もう栄養価が高いのはどなたでもご存知でしょう。ドレッシングの辛みというね、いいというもの、この、カールしているもんね、ここが結構深いんです。なのでドレッシングなどのソースなど加えてしまうと、こう加えるとすごく辛みがいいので、味がこれだけのね、青臭さみたいな感じはまた全くしません。美味しいですね。私はもうこのままオリーブオイルと塩コショウだけですね、でいつも食べてます。すごく美味しい品種になります。はい、いかがだったでしょうか。今日はこの変わり種の品種ね、いろいろありまして、カリフラワーにね、ケール、またもう一つありました、申し訳ございませんでした、こちらビエトラトリコローレ。はい、最後にこちらビエトラトリコローレとね、まあ、普段草、和名では普段草ですね。まあ、よく一般的にはスイスチャードとして知られてますよね。まあ普通にこれも皆さんもご存知でしょうが、これはいろいろ色がねあるんです。ミックスされてますね。黄色、赤、また紫、まあピンクのような、で白と、いろいろな色が出てきます。カラフル、すごいですよ。あ、書いてます、料理が映えるってまあもうまさにね、映えるやつ料理を目指されている方は、まあこれは本当に向いていると思います。まあ一年中栽培が簡単な、まあ洋菜類のね、ナッパ類です。見た目はもうほぼほうれん草ね、ですね。小松菜よりはほうれん草に似てます。でそれのほうれん草の色付きバージョンだと思ってください。でこれも癖が全くないです。でほうれん草は若干えぐみとかアクが強くね、歯がキシキシするものがあると思うんですけれども、この普段草スイスチャード、まあこれビエトラトリコローレは歯がキシキシしないですね。要はシュウ酸が少ないということで、食べ過ぎてもまあ体に害がないと、まあね、そんな気にしなくてはいいと思うんですけれども、これもおすすめですね。はい、まあ、こんな感じでご紹介をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。まあ野菜の映える野菜といってもね、これは今回トキタさんの品種で、私がとても好きな品種でいつも栽培をしているもので、まあちょい種の紹介ということだけで、させていただきましたけれども、これらすべてのものは霜が降りる頃に種を直接畑に撒くのは、難しいですね。
ただ一部早めに種をまいておかないと作れない、まあ作れないと言いますか、時期を逃してしまうとちょっと逆に難しくなってしまうものが、まあこちらのナスぐらいかな。あとは、そうは春の彼岸頃が過ぎた頃だったらもう大体大丈夫ですね。どの品種も、種を、まあ、ポットなどに、まいていただいて、それが苗ができたら畑に植えたりとか、まあ直まきでも、大丈夫ですけれども、まあ、春はこれから害虫虫がわんさか出てきます。また病気も増えます。なのでできればポットにまいて安全なところで赤ちゃん苗を大人のねいい苗に仕上げてから、それを畑に植えた方が病気また害虫などねリスクも軽減されると思いますので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。まあこの冬の寒い季節というもの、1月、まあ、終わりますね。もう2月ですよね。2月というとまだまだ寒い、菜園をやるにもまだ何もやることがないと言われる方は、こういった品種などがありますので、まあホームページとかね、いろんな種苗メーカーさんが出していますので、そういった種選びで取り寄せて、その書いてあるものをね、どうやって巻くのかなとか、巻き時はいつかなとか、こうやって見てるのも楽しいんじゃないでしょうかね。まあ私はそれがすごく大好きですね。まあということで今日は、こちら大まかにざっくりとですけれども、ナスと変わり種シリーズ、はい、そしてこちらの、ズッキーニですね。この3つの大まかにですね分けてご紹介をさせていただきました。ハッシュ時期になったらまた、動画にしますので、今後の動画もぜひご視聴よろしくお願いいたします。今日の動画がいいと思われる方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。